皆さん、今回はミータイム、自分を後回しにしない私時間の作り方という本をご紹介します。この本は、忙しい毎日の中で、自分の時間を確保し、充実した人生を送るためのノウハウを詳しく解説しています。著者の池田知恵さんは、朝活の第一人者として知られ、本書では、C メソッドを使って、効果的に時間を管理する方法を教えてくれます。ぜひ、最後までご視聴ください。今回の解説内容は、次の通りです。 1. 1ミータイムとは何か。2.C メソッドの3ステップ。3. 朝、夜、昼のミータイムの作り方。4. タスク管理と優先順位の付け方。5. 自己肯定感を高める方法。6. 本書から得られる効果とメリット。それでは、詳しく見ていきましょう。まず、ミータイムとは、自分のための豊かな時間のことを指します。仕事や家事、育児に追われる日々の中で、自分自身のために使える時間を確保することは、意外と難しいものです。 しかし、この本では、誰でも簡単に、ミータイムを作り出せる方法を紹介しています。著者が提唱する、C メソッドは、小、時間を見える化する、エディット、時間を編集する、エンジョイ、時間を楽しむの3ステップで構成されています。このメソッドを使うことで、自分の時間の使い方を客観的に把握し、より効率的に時間を使えるようになる可能性があります。 特筆すべきは、このメソッドを朝、夜、昼の順に適用していくことです。なぜなら、朝の時間が最も自分でコントロールしやすく、ついで夜、そして昼の順に変化をつけやすいからです。朝のミータイムでは、好きを100個リストを作成することが推奨されています。自分の好きなことを100個書き出すことで、自分の傾向が見えてきて、朝の時間をより楽しく過ごせるようになる可能性があります。 また、朝日記を書くことで、その日の理想的な過ごし方をイメージし、実現に向けて行動できるかもしれません。夜のミータイムでは、理想と現実のナイトルーティンを比較し、ギャップを埋める方法を考えます。ダラダラ時間を予定に組み込むなど、柔軟な時間管理の方法が提案されています。昼のミータイムは、最も確保が難しいですが、自分が最も集中できる時間帯を見つけ、その時間を確保することが重要です。 また、優先事項を明確にし、余計なことに時間を使わないよう心がけることが推奨されています。タスク管理に関しては、小さい粒に分けるという方法が紹介されています。大きなタスクを細かく分解することで、取りかかりやすくなり、進捗も見えやすくなる可能性があります。また、本書では、自己肯定感を高める方法も紹介されています。自分の経験や、スキルを過小評価しがちな人も多いですが、 多様性のあるコミュニティに参加することで自分の価値に気づけるかもしれません。この本を読むことで次のような効果が期待できます。まず自分の時間の使い方を客観的に把握できるようになる可能性があります。そして無駄な時間を減らし自分にとって本当に大切な時間を確保できるようになるかもしれません。さらに朝夜昼それぞれの時間の使い方を最適化することで一日全体の充実度が高まる可能性があります。 また、タスク管理のスキルが向上し、仕事や私生活でのストレスが軽減される可能性があります。自己肯定感が高まることで、より自信を持って、日々の生活に取り組めるようになるかもしれません。この本は、忙しい毎日を送る社会人、育児に奮闘する親、キャリアアップを目指す若手社員など、幅広い層の方々におすすめです。特に、自分の時間がないと感じている方、毎日の生活に充実感を感じられていない方には、 新しい視点を提供してくれる可能性があります。また、時間管理のスキルを向上させたい方、自己実現を目指している方にとっても、有益な情報が詰まっています。本書で紹介されているテクニックを実践することで、より効率的に時間を使い、自分の目標に向かって着実に前進できるようになるかもしれません。さらに、ワークライフバランスの改善を目指す企業の管理職の方々にもおすすめです。従業員の時間管理スキルを向上させることで、 生産性の向上と同時に、従業員の満足度も高められる可能性があります。本書の特徴は、具体的で実践的なアドバイスが多く含まれている点です。例えば、月を100個リストの作成方法や、タスクを小さい粒に分ける、具体的な例など、すぐに実践できるテクニックが豊富に紹介されています。また、著者の池田千恵さんの経験に基づいた洞察も、随所に散りばめられており、 単なる理論者ではなく、実際に効果を実感した方法が紹介されています。朝活の第一人者である著者だからこそ、朝の時間の重要性や効果的な使い方について、説得力のある提案がなされています。本書を読み進めていくと、自分の時間の使い方に対する意識が自然と高まっていく可能性があります。そして、少しずつでも実践していくことで、日々の生活に変化が生まれ、 より充実した毎日を送れるようになるかもしれません。最後に、この本は単に時間管理のテクニックを学ぶだけでなく、自分自身と向き合い、本当に大切にしたいものは何かを考えるきっかけを与えてくれます。ミータイムを確保することは、単に自由な時間を増やすことではなく、自分らしい人生を送るための重要なステップになる可能性があります。忙しい毎日の中で自分を後回しにしていませんか この本を読んで、あなただけのミータイムを作り出し、より豊かで充実した人生を送る、きっかけにしてみてはいかがでしょうかきっと、新しい自分との出会いや、今まで気づかなかった可能性が見えてくるかもしれません。